そこやろけれけろね。高齢者社会への応募訪問や低年齢者への応募教育活動を行うことで、災害学科と呼ばれる人に対し防災の意識を高めていただくことが目的となります。2つ目は広報活動です。全国火災予防運動や開幕特別発足大会などの火災シーズンと呼ばれる時に市民と向け消防本部において、皆さんに及んだ衛生手当や注意、防止を使用し、市内各種行事、各種団体への防止手当の普及推進活動を行っております。今後も少しずつではありますが、生命力の向上に貢献していきたいと思っております。そして、行田市消防団、運転消防団員は、さらなる活動の場を広げるため、無線消防分間、会期目として来年度から独立を目指し、準備を進めている所です。今まで以上に市民に寄り添い、行田市の安心安全のために、より一層頑張っていきます。以上、行田市消防団よりメッセージでした。ありがとうございます。